山梨学院と練習試合やったんですよ。17対何とかで負けて球場入ったけど大丈夫かな、これやばいかもしんないなと思って縦行けしかないですね。相手がどんだけ縦切ってきてもアウトみたいな。こうきくんのボール取ったらやばいみたいな。ボール奪われた時とかにめちゃくちゃ削ってくるようになって、でそれに対して大竹先生はもうめちゃくちゃ拍手してて静岡サッカーの魅力を少しでも伝えるべく開発した静岡サッカー応援宣言、4試合目のゲストはこの2人です。清水翔くん、現桜ヶ丘ですね、出身のアスリクラル沼津前澤幸喜選手、 FC 丸安岡崎沖翼選手です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あの、お二人の関係性をちょっと改めて、お伺いできればと思うんですけれども、1学年以外の先輩後輩になるんですよね。でも翼とは小学校からも知ってるんで、一個下だけど自分たちの一個上の代で全然キャプテンぐらいな感じでやってたんで。キャプテンはやってないです。いやいや、小学校の時の翼はもうオラオラが半端なかったです。青木選手から見て前澤選手はどんな方ですかね。いや、とにかく熱い感じです。で、まあ3年の時キャプテンやってたんで、まあ、その印象が一番すごいですかね。なんかもう熱いし、こう背中で引っ張るタイプです。キャラ作ってました、あの時は。まあ怖いというよりはなんか、まあ怖かったっすね。怖かったっす。まずですね、あの中学時代までお話聞ければと思うんですけれども、前澤選手はエスパルスのジュニアユース。はい。エスパルスのジュニアユースって当時一緒にどんな方とプレーしてました？僕の代だと柴原誠とか田代亮、成田恭介とか、はい、今でいう石原隆之とかですね。そうだ、すげえ強かったですね。確かにその時に強かったっすけど出れてなかったんで。中学の時前澤選手出れてなかったんですか？そうですね、出れてなかった時の方が多かったですね。青木選手は清水 FC ってどんなクラブチームだったんですか？どんな、まあ町クラブみたいな感じですかね。普通のクラブチームです。まあ当時どんな方と一緒にプレーしてました？今 FC 琉球でやってる風間兄弟であったり、まああと、まあ、僕と一緒に高校進んだ金岡平とか遠藤幸也とかがいましたね。はい。スペトレもその時から行ってたんですか？はい、小学校の時に行ってました。その時に風間弥弘さんに指導していただいた感じですか？そうですね、まあ、弟と同じ高野と一緒にやってたので、それこそ清水 FC の練習とかにたまに来たりしてこう教えてもらったりとかしてたんでっていう感じですね。2人中学時代別々のチームになったんですけど、対戦経験とかあったんですか？あんま記憶ないけど、まあ、やってたにはやってたよね。やってましたね。はい。前澤くん出てましたよね。でも全然覚えてない、中学校のこと。でも清水 FC やるときはエスパにいつも負けてましたよ。いやでもやっぱ強かったっすけどね。いや強かったっす、強かったっす。清水 FC 普通に強かったっすね。まあ、そんな中学時代に過ごして、まあ、清書に進学されたわけですけれども、清書に進学したきっかけをとか経緯をお伺いしようと思うんですけども、まあ、前澤選手はユースに、上がらずに清書を選んだと思うんですけども、僕の場合ユースを選ばなかったんじゃなくて、まあ、ユースから選ばれなかったっていうのがまあ理由ですね。ユースに上がれないっていうのをまあ面談で言われて、でそこからやっぱ高校の方の練習参加とか、まあ、どこ行こうかとかすごい悩んでて、できっかけとしてはその清水のエスパルスのジュニアユースでもともと清書出身の方に、まあ、練習参加行ってみればみたいな感じで行って、清書を行って、でその時に大竹先生とかと話して清書でやるっていう流れになりましたね。そうだったんですね。青木選手はどのように？中学の清水 FC の練習がよく清書のグラウンドでやってて、それでなんかまあ僕らが夜7時ぐらいから練習なんですけど、その前に清書のサッカー部の人たちが練習やってて、でちょっと早めに行って練習見たりとかして、なんかそういうのを身近に感じてたんで、なんかこの学校を強くしたいなっていう思いもあったですし、全国出たいなっていう思いもあったんで、
そこに決めました。清翔時代を振り返って、まあ、一言で言うとどんな感じですかね。一言で言うと人間性はみんな変わると思います。人間性っていうか、うん、人として変われるっすね。いい意味で。素晴らしいですね。でも本当に1年目ってめちゃくちゃ弱いんですよ、清翔。ねえ、これマジ、俺らの代だけかもしれないですけど、清翔で一番初めに山梨学院と練習試合やったんですよ、1年生だけで。その時10何対何とかで負けて、でもうちょっとなんか清翔入ったけど大丈夫かなっていうぐらい、俺これやばいかもしれないなと思って、でもなんかそういう選手たちがなんか3年になると自然となんかこう決勝とかに行けるぐらいな、むしろ決勝でも優勝するんじゃないかなぐらいな選手がやっぱ育っていくから、なんかあるでしょうね。何かなんかわかんないですよね。なんかあるんですよね。何かがわかんないですけど、多分今もそうだと思うんですよ。新人戦とかあんまり強くないのに、総体とか選手権とかになるとやっぱ上上がってきますもんね。確かにそうですね。言われてみればそうですね。清翔の使った練習とかどんな練習がありますか。きついというか長いっす。それだ。長いっす。どんくらいやるんですか。1時間半とかで終わるときは終わるけど、なんか終わるときはなんかもう終わる雰囲気がないまま2時間とか2時間半とかなんか同じことずっとやってるような。もう本当に、でももう本当は最後の紅白戦みたいなので点入んないと終わんないみたいな。ああ、なるほど。そのときキーパーがめちゃ頑張るみたいな。はいはいはい。そういうときに限ってね。言い方良くないけど。そうそうそう。そういう時に限ってみんな当たっちゃうんだよね。キーパーからしたら空気読みすぎ、なんか変なミスしたらキーパーが言われるし。個人的に一番きつかったのはあのハーフラインでの1対1がめちゃくちゃきつかったんだね。特に雨の日。翼とかやった？1対1の雨の日とか。フルコートの1対1はやったことあるんですけど、雨の日はないっすね。雨の日の1対1はもう終わらないからね。しかもでもなんかあのキーパーに取られたらめちゃくちゃ蹴るじゃないですか。蹴るな。取ってこいみたいな、なんかあのオフェンスみたいな。戻せとか言って。それもきつかったっす、もう決まんなかった時のきつさ。まああったあれっすね、船越っすね。船越はきつかったね。階段上がって下まで降りてまた上がってっていうのあるんですけど、なんかその一番きついとこら辺でまた大滝先生がなんかいるんすよ。あの階段の途中でいるんだよな。いるんすよ。だからなんかサボりたくてもサボれないみたいな、こうあれがあったっすね。階段はめちゃくちゃ長い階段なんですね。長くはないっすよね。そんな長さはないかな。だからなんか歩幅が全然違うじゃん。はい、最初そんなに歩幅あれなんですけど、ね、だんだんとなんか合わなくなってくるような、それがきついっすね。そうなんだ。チームメイトにも風間兄弟もいらっしゃったと思うんですけども、2人ってどんな選手でしたかね。コウ君はでもなんかスペインかどっかから帰ってきた時にコウ君ボール奪われた時とかになんかめちゃめちゃ削ってくるようになって。もうなんかボール奪ったらどこまでも追いかけてくるんですよ。前もう本当に 50m とか 100m とかもボール奪っていってもそこまで追いかけていってボール奪ってくるようになって、急にでそれに対して大竹先生はもうめちゃくちゃ拍手してて、でも逆にそういうところとかはなんかチームにいい刺激与えてたとかあったよね。なんか天然であんま何考えてるか分かんないですけど、サッカーに関してはもめちゃくちゃ熱いとか負けず嫌いとか、あのちょっとコウキ君のボール取ったらやばいみたいなちょっと風潮あります。削られても大滝先生拍手してたしね。だからもう何も言えないみたいな。サッカーの時以外めちゃ優しいですけど。めっちゃ優しいよね。コウヤに関しては完全コウヤ様みたいな感じ。でもなんか荒野の場合はそんぐらいのなんかむき出しの方がね、はい、もうなんか別に横にシュート打てる人いても自分で行くよぐらいな、そんぐらいのゴールに貪欲で完全に舐められてましたね、多分俺らの場合は。いや、まあどうすかね、わかんないです。それは本人に聞いてみないとわかんないですけど、もう俺狭間の代って言われてるからね。いや狭間に挟まれてる代って言われてたから。いやそこが一番大事ですよ。ちなみにさっきも話出てましたけど、大滝先生ってどんな先生だったのかな。大滝先生、多分あの長いっけ、
選手権の歌あんじゃん。みんな美しいです。あれはもう敗者の歌だからみたいな。敗者に向けてる歌だからみたいな感じで言ってて、だからもう負けたらすぐ帰る。もう負けたチームは恥ずかしいからすぐ帰るとか言ってね。帰るだろとか言って、速攻すもん。すぐシャワー浴びてないもんね、多分。浴びてないですね。すぐ帰ってたね。まあ、アンケートにも書いていただいたんですけど、まあ、プレー面だとサイドが縦に行くと褒められるみたいな。これ多分あるあるじゃないですか。なんか縦行けばカウンターは受けないみたいな。中行ってボールバレたら、お前より前にいる選手みんななんかもう死んじゃうぞみたいな。だから右でやってる時はもうインアウトの練習めっちゃやってました、ね、相手がどんだけ縦切ってきてもアウトみたいな。指示縦行けしかないですね、サイド。本当に縦行けしか無理でしょうって思うけど、それをやり続けるとなんか縦切られても抜ける時があるんですよ。いやでも縦仕掛けられるの嫌っすよね。嫌だね。今プロになってみてっていうか、この年代になってやってみるとね、なんか仕掛けられると嫌だよね。いやほんと対峙する選手も嫌っすよ。ディフェンス目線考える縦どんだけ組んだよって思われますし、ね、だから必ずサイドの中盤はそういう選手が育ちます。一人や二人は。ちょっとここですね、お二人の過去の映像がちょっと出てきたので、ちょっと見てみようかなって思うんですけど。よく見つけましたね。あ、ちょっと恥ずかしいっすよ。映像古いな。懐かしい。いやー若い若いね。フェザー君らしいボールでしたね、あのヘディ。あの体の向きでよくあっち行ったなと思って。でも今思うとああやって取り上げてもらってるのってすごい。いや、すごい。静岡ってやっぱサッカーは高校とかその育成年代の時から結構取材とかしてもらえるからすごいなって思いますね。毎年静学とやって負けるってイメージがあったんで、僕の中でライバル4連覇するだろうなっていうぐらいな大学のサッカーの中だったら、他とはちょっとレベルが違うなっていうのを思って、あのスタメンのデビューがセレッソ大阪で、山口大太さんからして J2 で唯一日本代表に入ってた人で、対戦した時はもうちょっと衝撃的でした。